ぱり非常に抑制されていて、シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日は、モロッコ彼女たちの朝について語ってまいりたいと思います。はい。この作品は、アカデミー賞女性監督初モロッコ代表っていうことみたいな、あとカヌのある視点、カヌ国際映画祭のある視点に出品された作品で、はい、まあ、ロングライドさんが配給されている作品ですが、いかがでしたか？ストーリーが予想通りなのに、はいはい、映画のその風合いとかテイストが全く、うん、想像してたものと違うという珍しいタイプの映画です、ね。なんか先週なんかおっしゃってましたよね、うん、最初なんか思ってた映画あんまり見るつもりなっていうのは、やっぱりストーリー結構想定通りだろうっていうのがあって、きっとこうやって心温まる映画なんだろうなと思った時に、そのパンのね扱い方が、うんうんうん、なんか非常にこう繊細に見えたんですね。はいはい。でそれで、あれもしかしたらこの映画ってちょっと僕が想像している、うん、割とよくありがちなその感動的なその、うん、人がある人とある人が出会ってね、はい、その感動的な物語になるっていうだけじゃないのかなって思ったんですね。うんうんうん。で最初にその見たくなかった時に想像したストーリーとほぼほぼ変わらないのに、ストーリーは、うん、物語は、うん、でもその描き方が全くそのよくありがちな映画とは全然違って、うん、かなり独自固有なものだったし、うんうん、結構そのモチーフだったりテーマだったりするものにかなりなんていうかな、寄り添った非常にこう抑制された、うん、演出だったので、やっぱ映画見て結構感動しました ね、うん、私好みというか、うん、あまりセリフもなく、うんうん、非常に竹内さんおっしゃったように抑制された演出が効いてて、うんうん、だからこう見ててすごい考えるんですよね。そうですね。どうなってんだろうとか、ああなってって、うん、監督はそれに対して過剰に説明しないから、さらにまた考えなくちゃいけなくて、うん、まあ、それがエンディングまで続くっていう。そうですね。でこれ初監督だと思うんですが、うんうん、非常にものすごくうまい監督さんだなと思って、うんうん、ちょっとびっくりしました、ね。まあ、1作目ってこう、はい、ありがちなのはね、はい、自分のやりたかった思いがこう空回りするような、言葉知りすぎちゃってね、映画が多いんだけど、やっぱり非常に抑制されていて、絵の作りとかも非常によく考えられてるし、うんうん、そのなんていうの、映画的強者の演出がね、はい、非常に頭から終わりまで、はいはい、しかも最後放り投げジャーマンだしね。そうですね。いや、びっくりだよまあそうですね、うん、まあ、一応ネタバレになるからね、はい、じゃあここから先は内容について語っていきたいと思うんですが、うん、とにかく頭からさ、結構こうなんていうのかな、全くほら、まあ、なんていうの、よくありがちなウェルメイドなこういうタイプの映画だと、うん、まあモノローグとかね、うんうん、それからあと説明的なセリフとか、うん、まあ、割と段取り的な演出から入ったりするんだけど、もう最初そのお腹の大きい娘がね、まあ、妊婦さん、ね、うん、なんか結構大きめのバッグを抱えてカサブランカの街をうろうろしてるだけじゃないですか、うんうん、で叩いては断られ叩いては断られ、まあその結構さ、まあ、多分最初長いなと思った観客の方も多いと思うんだけど、やっぱあれが必要なんだよね、うん、非常にこう導入から、うん、あ、この映画は非常に説明がなく抑制された演出で、うん、まあ、ちょっとドキュメンタリーっぽい画風で、でも絵はこう作り込んでる映画多いっていうのが、もう頭の10分15分でもう分かりますよね。そうですね、うん、それでその、まあ、仕事を探してるその妊婦である、アムラが、あ、ごめんなさい、アムラじゃない、サミアが、うん、パン屋さんのね、うん、アムラっていう、まあ、女性のところに声かけて、やっぱりそのパン屋の油は断っちゃうんですけど、うんうん、でそしたらその路上でね、まあホームレスですね、あれね、だからもう腰掛けて休んでて、そこで一泊しちゃうんだろうなっていうのを見つけちゃうと、もうどうにもこうにもやっぱ抑えられなくなって、うん、もう彼女のね、その中の湧き上がるこうなんて両親がね、うん、それを放っとくことができなくなっちゃう、ね、なっちゃうんですね。だから表情はね、すごいこう邪険な感じのままなんですけど、うん、まあ、とにかくこっちに来なさいみたいな感じで引き取っちゃう、ね。まあ、これは2人の主人公にも言えるんだけど、うん、要するにやっぱりこう普段の生活の中でいかにそのなんていうかな、自分の行為とか感情を欲なんて押し殺していけないと、うん、やっぱり生ききれない社会っていうのは
非常にもう前半から醸し出してますよね、それ。だからまあ普段はねそういうことに思いを馳せることはないんですけど、モロッコのイスラム文化の中では格もひどく女性は生きにくいのかっていうのを思い知らされますよね、まあ、しかも多分いまだに婚外子を育てていくことは、まあ、法律に触れるのかもしれないし、まあ、触れないまでも相当周りからのその、そうですよね、あの目がね厳しいわけじゃないですか、うん、だからその女に関わっただけでも、うん、そのもしかしたら村八分みたいなことをされたりする可能性もあるわけですよね、うん、だからアブラにとっても彼女を止めるっていうこと行為だけでも結構大変だと思うんですっていうことですよね、うん、きっとね。だから1日だけよっていうふうなことを言うわけですよね、うん、だしあの周りの人にはねいとこだとかって言って嘘ついてますからね、もう説明しないと、うん、そのなんてお腹の大きくなったその関係のない女を彼女が引き取ってねかくまってるというのが、うん、面倒見てるっていうことだけもしかしたらあそこの店ではパン買わないわみたいなことが起こり得ると思うんですよね、うんうんうん、そういうこともあってだからその必要以上の行為をやっぱり自分に禁じてますよね。そうですね。あとやっぱり湧き上がる感情っていうのが出ないように押し殺して毎日生きてるじゃないですか。してますね。まあ、それはもうその最初の30分見てると、うん、もう女性たちのその抑圧している感情とか行為っていうのがもうなんかこう溢れんばかりに、うん、あの画面から受け取れますよね、うん、これがやっぱこの映画の最大の特徴ですよね。そうですね、うん、ただそのやっぱりまだ隔たりがある2人をその娘のワルダが引き合わせるっていうか、うん、彼女がやっぱすごく素晴らしいキャラクターっていうか、ちょっとニコルに似てんだよな。ああそういう意味ではね、ニコルに似てるなと思って、うん、すごく可愛らしくて藤田ニコルさんにちょっと似てて素直でいい子なんですよね。顔自体は似てないんだけど笑った雰囲気がねなんか藤田ニコルさんによく似てて、あのこのワルダさん演じたドゥア・ベルハウダさんっていうのは、うん、オーディションで監督が全然敵役が見つからなくて、うん、ロケハンしてたら、うん、その辺で遊んでる子が、うん、あ、この子かもって思って見つけたらしいんですよ。これよくできたエピソードですね。そう、いや本当にだからあのそもそもあの別に子役をやってたとかそういう人じゃないみたいなんですよね、うん、だけど非常に彼女があの生きてるっていうか、うん、この2人の間でねあのこの2人のちょっとなかなか交われない女性を結びつけてくれる役をやってますよね、まあ、多分だからその抑圧された社会の中で、うん、彼女はまだそういうさ知らないよね、うん、洗礼を受けてないから無垢なんですね、まだ無垢なんだよね、うんうん、でなんだかんだでそのねパン屋さんの、 あの油のパン屋さんを手伝うことになるんだけど、これが驚いたことにサミアが非常にパン作るのがうまいっていうね、あのなんかおばあちゃんに多分だからやっぱ田舎のさ、うん、ちゃんとした家で生まれた子がその婚外子を産むような状況に落ちているってことが、うん、やっぱりこう示されてるわけですよね。そういうことですね。ここがまたねその人生のこうなんて悲しさを感じるところ、うん、そんだけ豊穣な子供の頃におばあさんやお母さんにね多分きっと料理とかも教えてもらってパン焼くのもうまかったりして、で結構パン買いに来る人はえこれ手作りなのなんて言うじゃない。そうそう手作りのだから何ルバチだか今日は丸々があるんだみたいな、うん、そうで油もいや最近は大変なので作んないよって言ってるじゃないですか、うん、でそれを彼女はいとも簡単に作るわけですよね。あのパンがうまそうでね、うん、まあ、そうだったね、ラーメンみたいなパンどんな味がするんだろうと思って超食べてみたいんですけど、うん、いやなんかあれは本当に美味しそうでしたね。だからやっぱりそういう食べ物だけで彼女のその出自と今の状況っていうのをさ、うん、何の説明もなくないんですよ。もちろんそのセリフにね、うん、おばあちゃんに子供の頃っていうふうになんだっけ、ワダルだっけ、なんだっけ、女の子に説明するんじゃないですか。ワルダ、まあ、だからそれは説明的なセリフとも言えなくないんだけど、うん、まあ、それだけで彼女 その今陥ってる状況っていうのがねいかに大変なことかっていうのが分かるわけですよね。だしあのこの小麦粉混じりも入ってるわよとか言ってもう絶対文句言わなきゃとかって言うとやっぱり小麦粉を見る力もあるし、いやそもそもサミアパン屋やった方がいいんじゃないのっていうぐらい、もともとはなんか美容師さんっていう設定なんですけどね、うんうんうん、なんでこんなにパン作るのうまいんだろうみたいな、うん、そんな感じですもんね、うん、まあそういうことで、まあ、田舎でどんだけ幸せな子供の時代を送ったかっていうのが垣間見えるところがねやっぱりいい、うまい描写ですよね。でもそのねいよいよ子供が生まれるんだけど、うん、生まれた子供を
自分が育てるとこの子は不幸になっちゃうって思い込んでるから。いや思い込んでないよ。思い込んでない。いや思い込んでるけど、うん、いや実際そうなんだもん。まあね、事実としてね、事実として社会の事実としてね、うん、だ思い込んでるし、だから実際そうだから苦労を抱えてまで育てることはしちゃいけないと思ってるわけですよ。この子のために本人が苦労を抱えるのはいいけれど、この子にね、この子が絶対自分が育てることによって不幸せになるってことが分かってるからね、うんうん、だから触れようともしないっていうね。つまりその愛おしく思ってしまった瞬間に手放せなくなる、うん、手放せなくなるとこの子が不幸せになる、うんっていうことだよね。まあ悲しいことですよね、うん、あれはちょっとなかなか。でもやっぱりついに耐えきれなくなっておっぱいあげちゃうし、うん、歪みさしてね、小さな手足を目で、そうそうそう、目でさすってね、そうそう、そうすると見てる側は、はあ、やっぱり育てることを決意したのかなと思うんですが、そうではないと思うんだよ ね。これはもちろんね、うん、あそこで終わらしたってことで、うん、多分これ全世界で見ている観客のバックグラウンドに通ってるわけですよね。だからもちろんあの普通にこの映画を見てる限り絶対にサミアは養子に出しますよ、うん、出すけど、それはでも見てる人の判断でいいんじゃないかと、うん、でしかもそのこの映画の終わりは明日につながっていくってことなんだよね、うんうん、だから確かに今現在2020年の今日見るとこれは、養子に出すっていう結論になってます、うん、だけどこれが2040年とかに、リバイバルとかどっか配信とかで見た時にはもしかしたらサミアは決断として自分で育てるっていうふうにより思える社会になってるかもしれないじゃない、はい、監督として多分そういう明日への希望、うん、それから少しでもやっぱり女性の今の全世界でのいろんな女性のポジショニングがより上がっていくことを考えてるんじゃないかなとすごくうがつすぎない意見だと思うんだけど、まあ、でも明らかに見る側に、うん、通ってますよね。まあこれは通ってるのは間違いない。どうあなたは感じるんですかっていうことを通ってますよね。ただやっぱり女性のポジショニングって多分この100年から200年でものすごく著しく変わったと思うんですよね。だから多分この今現在こういうクリエイターの立場にいる女性たちは、まあ、自分たちがよりこうなんていうかな、うん、ポジショニングが後の人たちがよりこう 楽に生きられたり楽に仕事をできたりよりこう自分のやりたいことを何のプレッシャーもなくできるようにしたいと思ってるわけじゃないですか、うん、僕はだからあの終わりっていうのはその通ってるのとともにやっぱりその未来への、別な見方ができることを望んでんじゃないかなっていうふうに希望を持ちたい、うん、いうふうにちょっと見受けました。なるほど。もちろんそんなこと監督は考えてないかもしれないけど、まあ、僕自身が考えてらっしゃる感じですね。あ、そう、相当考えてらっしゃる感じ、ね、僕自身がやっぱりあの終わり方にすることによって20年後に見直した時に見方が変わるっていう可能性が映画というのはやっぱりあるんではないかということで、あの終わりは非常にその単にその現代の観客に通ってるだけじゃない、別な意味も含んでるんではないかなとちょっとうがちみましたね、うん、っていうぐらいそこにね多分あのラストに監督の意図というか、うん、まあ、この映画を作った意味みたいなものはすごく集約されてると思うんですよね、うん、まあ、イスラム社会をね、まあ、非常にこう女性の立場を悪くしてるという非難が今多いですけど、うん、でもカトリックだってそうだからね。そうそうそう、別にその今に始まったことじゃ、しかもさ女性の参政権ってアメリカイギリスでさ、うん、女性に参政権が与えたって1920年前後ですよ、うんうん、まだ100年しか経ってないんだよ、うんうん、だからいかにこの100年200年で女性のその立場が変わったかっていうのと、うん、その社会的ポジショニングとしてやっぱり身体的特徴によってね、うん、完全にその男性の役割と女性の役割っていうのが古来からいろいろこうなんていうのかな、うん、顔面に思われてきたそのポジショニングっていうのがあるわけじゃないですか、うん、それがやっぱりかなりこう崩れてきてることは事実だけど、うん、完全にそれがその新しい女性の立場が確立されてるわけでもないわけですよね、うんうん、それがやっぱりこの映画がそのなんていうかな、そういういろんなことどもをやっぱり見た人に再び考えさせられる映画になってるし、その説明が少ないがゆえにその現在見たこの映画とこれがもし100年前に見せたらどうだったのかっていうのと、100年後に見る人たちが
こう全然こう違う考えを抱くと思うんですね、うん、そのぐらいだから逆にこの説明のない抑制されたこのよくできた映画がやっぱりその見る人によってさまざまなこう思いや見たその後の感触感変わるっていうね、そこがやっぱり一番特徴的な映画なんじゃないかなという気がしますよね。これがあの監督がねやっぱり女性であり彼女自身がモロッコの生まれでだから余計リアリティもあるし説得力もあると思うんですよ。これが男性監督だったりとか外国人監督が脚本でこう作ってやりましただとなんかちょっと若干説教臭くなっちゃうと思うんですけど僕はそうは思わないけど、ね、僕はそれはそれでいいと思うけど、なるほど、うん、ただそれは映画が証明してんだもん。まあね、もしこの映画を男性が撮ったらすごい人だなと思うよね、また逆に。まあ、うん、あのそういう意味でいくとあの女性が見ると多分我々が見るのとまた違ったことを、その女性と男性とさ、うん、その性を一つにして言うのはまあちょっと違うような気がするんですよ、ね、なるほど。やっぱりその映画の受け取り方は人それぞれで、うん、もちろんその性別っていうのもあるけど例えば宗教とか国とかバックグラウンドによって男性女性っていう分け方をするのがまたちょっともうそれはおかしいような気が。逆に言うとそれちょっとあまりにもティピカルな考え方、ティピカルな考え方だと僕は思いますね、うんうん、まあむしろもうそういうジェンダーも考えずに人としてこの映画を見る方が正しいんでしょうね、うん、本人史的にはそうなんでしょうね。でも多分こんなこと言ってる僕だってきっとその顔面な何かがきっと体の中にあると思うんですよね、うん、今までの日本で育ってきたいろんな教育や自分が読んできたものとか見てきたものによって作られてるこの体の中にきっと多分そういう、うん、なんて別紙はないと思うんだけどなんかやっぱちょっとやっぱこう不自然な不健康な、なんて言ったらいいんだろうな、うん、そういうきっとどっかきっとあると思うんですよね、うん、でもこういうやっぱ映画を見ていくことによってまたその新たに考え方を変えたりとか新たにもう一回改め直したりとか、まあ、そういう風にしてその作られてるもの、 あの別に映画だけじゃなくてコミックとか小説とかも全部含めてね、うん、その人間が作り出していくものがやっぱり世の中を変えていく、全然不要不急のもんじゃないということを僕は言いたいわけですよ、うん、わかります、うん、ただ一方でね、うん、今日この収録をしている直近のニュースとして、うん、アフガニスタンが陥落っていうかタリバンによって陥落して大統領逃げちゃってアメリカも撤退っていう、じゃあアフガニスタンの人たちまたどうなっちゃうんだろうっていうね。これは非常にこう懸案事項でありますよね。ただ一方でそのタリバンもさ、やっぱ世の中を気にしなきゃいけないから、今回タリバンのその広報のインタビューをしたインタビュアーが女性だったんですよ。なるほど。これはそのタリバンの歴史の中でも未だかつてないことなわけですよ。なるほど。だからもちろんタリバンも、あのしかもヒジャブはやんなきゃいけないけど、なんだっけもう一つのマジョルカじゃなくて、もう最近もう言葉が優れてないんだけど、それは、ね、うん、しなくてもいいと言ってんだよね、はいはい、今のところ。だからそのタリバンでさえやっぱり今のこの変革している社会の中でその対応ね、今までのその超原理主義的な考え方ではやっぱり世の中にその対していくことができない、それ多分北朝鮮とかだってそうだと思うんだけど、まあそうですね、やっぱりだから そうやってやっぱり今まで頑張ってきた人たちのおかげでね、少しずつやっぱり社会が変わってきてる、うん、で女性たちのポジショニングも変わってるっていうのは、そのタリバンも女性のインタビュアーがそのしかもそのテレビでね、うん、の画面に女性のインタビュアーも出てくるっていうことで、しかもそのヒジャブはしてたかもしれない、ヒジャブしてたかな、だからかなりやっぱりだからそこには当然そのパフォーマンスがあるわけだけど、はい、そういうパフォーマンスを強いような世の中になってきたんですよね、になってきてる、そういうふうにタリバンもやっぱ考えざるを得ないっていうところがあるのはやっぱ事実かな。なるほど。ただもちろんすごい懸案事項ではあるし、エマのだからパラにいらしたそのアフガンの方がね、もうすでにその戻れないからあの世界的な救出をっていうことでおっしゃってるみたいですから、まあこれはやっぱり簡単なことではないと思うし、ね、今アメリカ現大統領はもうすぐに言い訳な記者会見やったんですよね、この間あのやっぱこれはいろいろやっぱり2021年の現在において大きな問題ではあることが確かでしょうね、うん、じゃあちょっと映画にまた戻りますが、はい、やっぱりこう重く辛い話がちょっと苦手な私としてはですね、うんうん、まあ、あの最後見てる時にすごいパン作るのうまい、サミヤとアブラが2人でパン屋さん仲良くやって、子供にね2人4人で
幸せにやればいいのになと思ったんですけど、そうは問屋を下ろしてくれないんですよね。それも、うん、ああいう風な終わりにしたことで、うん、もしかしたらそういう将来もあるんじゃないかと、うん、思いたい人は思えると思うんです、ね、帰ってくるか、もしくはまた起きた2人が探しに行くっていうこともあるわけです。なるほど。それはすでにね、もう 前半でそういうことをしてますよね。してますからね。だからあの終わりにすることによって、その前半の記憶というのがやっぱ観客に思い起こされ、そうですね、だポジティブに考えたい人は起きた、そのね、今出てった気配で起きた2人がすぐに追いかけてそれを戻すっていう可能性だってあるかもしれないわけですよ。だから一概にそれは悲しい終わりというふうに決めつけることはできないんじゃないか。俺がそう受け取っちゃったわけですね。うん、多分それは俺は暗い映画見たくないっていう気持ちがそういうの持ってるの。そっか。だからやっぱり確かに、ワルダーだったら、うん、やっぱり探しに行こうよって言うよね。絶対言うと思います、ね、それは。ね、でしかもほら、養子その何センターみたいなのはに行かなきゃいけないことって分かってますから、ね、しかもね、多分ね、これ推測ですけど、そんなに簡単に手続き早く終わると思うんだけど、だから親子がすごい2時間も3時間もかかるよね。ゆっくり行っても多分そのセンターに行けば会えるんじゃない、まあ、朝9時からやってるとしたら、うん、11時ぐらいまでどうしてもかかるだろう。いや午後でしょ絶対に。まあそうですね、うん、でしかもほら映画の中でも言ってるけど、その辺にその養子縁組屋みたいなのがいるけど、ああいうとこに行くと物みたいに売られるよって言ってるじゃない。それは、それは多分サミヤにしたって絶対やりたくないわけですよ、うん、だからちゃんとした養子が見つかるとこに行くと思うので、はいはい、逆にそのワルダとなんだっけ、アブラの親子にとっては見つけやすいですよね、はい、そうですね。なるほど。だからね、そういうことか。いや、あの終わりよかった。ああ、いや本当にいろんなことを示唆していて、 そうですね、それは100万人見たら100万人の観客がそれぞれのやっぱりそういうことですね、あの後をね、うん、考えると思いますよね。もうじゃあ俺それに一票。いやそのぐらいやっぱり豊穣な、その何、うん、説明、いやだから語り口が非常にこう抑制的だから、うん、いろんな解釈ができるっていう余白を残してるところが非常に素晴らしいですね。しかもだからそれにもね、その説明的でもない、うん、しかも抑制されてるけれど、やっぱキャラクターはちゃんと彫り込まれてるわけですよ。ああ、だから見終わった後に、見た観客が受け止めたその主人公たち、キャラクターを、体の中に染み込ませながら、あの後をね、自分でその檻作ることができるわけじゃないですか、うん、これがやっぱりそのこの映画の豊穣性の一つの証明だと思うんですよね。ああ、で、またもう一個ちょっと別の質問なんですけど、タイトル、はいはい、現代はアダムっていう、はいはいはい、まあサミヤの息子として、まあ、サミヤがつけた、うん、まあ、最初は名前さえつけたくないって言ってたのをアダムってつけたのが現代なんですけど、うん、ロングライトさんが多分考えられたと思うんですけど、うん、モロッコ天彼女たちの朝っていうふうにつけられてますか、うんうん、いかがでしょうか。これはなかなか難しいですよね、うん、アダムってやっぱかなり宗教性の意味合いが強いし、ね、アダムとイブのアダムも想起させますよね、日本人は。逆にそれこそ多分この監督もアダムってつけたのは、そのいろんな観客がそれぞれのバックグラウンドの中にあるその、まあ、イメージとしてのアダムっていうね名前を考えてほしいっていうのがあったわけじゃないですか、うん、それをだから日本でそのアダムっていう名前を制約するようなその宣伝の仕方をするのは僕はやっぱりやってはいけないことだと思うんですよね、うんうん、だからアダムってつけるならいいけど、ホニャララななんとかなアダムとかね、なんとかななんとかなアダムってやっちゃうと、うん、もうそれだけで限定してしまうわけですよ、うん、アダムという、うん、そのすごく多様性のある名前をね、うん、外国の人がその見たらそのアダムっていうことに対する思いっていうのはいろいろあるわけじゃないですか、うんうん、だからその辺でじゃあ日本タイトル何つけるのって言った時に、やっぱりその最後の鑑賞後悔につながっていくっていうことでは、うんうん、まあ、この彼女たちの朝ですよね。そう、今言ったようにあの後の物語がどうなるのか、うん、もう誰でもどんな風に自由にこう想像してもらっても構わないわけですよね、うん、多分この宣伝側の人たちはあの後を紡いでほしいっていう思いがあったんじゃないかと、うん、でもう一つあるのは、僕だったらそのまず最初に考えるのはカサブランカ彼女たちの朝ですよね。なるほど。でもそうするとハンフリー・ボガートとかイングリッド・バーグマンの顔が頭に浮かぶじゃないですか、はいはい、だからこれ本当はカサブランカ彼女たちの朝とか、うん、カサブランカ彼女たちの明日とかね、うん、いうふうにつけたかったと思うんだけど、うん、カサブランカつけちゃうと
日本人がまたそれでね、うん、カサブランカっていう名画のことを思い出す人が相当多いでしょう、ね、そう、しかもね、カサブランカとモロッコってモロッコの人がカサブランカって思ってないと思うんですよ、みんな、うん、違う国のだと思ってる人も多いと思うんですよね、うん、まあ、そういうことで多分モロッコの人は何でしたっけ、あ、モロッコ首都カサブランカじゃない、じゃないんですよ、あ、そっか、はい、なんだっけモロッコの人、ベイルートじゃない、いや、違う、ちょっとね、あの調べてきたんだけど忘れちゃった調べたのに忘れた調べたのに忘れました、そうか、うん、まあ、だから結局最大の都市がカサブランカ、うん、そうなんだね、はい、え、ラバト、そうそう、ラバトってほらなかなかクイズで出てきそうなぐらいちょっとふっと思い浮かない、でもラバトじゃないんだもんね、そう、これはカサブランカだから、はい、だからカサブランカ彼女たちの朝とはつけられなかったと思うんだよ、ね、だしアダムってつけられてると、あの単純にアダムであったとしても途中でね、子供は男の子女の子ってワルタが聞くじゃないですか、うんうん、もう男なんだって最初から分かっちゃうから、まあ、あの そ, う、ね、それもだからアダムじゃない方が自分は良かったなと思って、うんうん、結構やっぱりロングライオンさんすごい苦労してつけられたタイトルで、まあ、いいタイトルかなっていうふうに思ったんですね、うん、まあ、あの最ベストとは思わないけど、だけど思いつかないもんね、なかなかね、うん、しかもだからさっきも言ったけど本来はカサブランカってつけたいけど、つけるとやっぱりちょっと別なイメージが湧いちゃうからつけられないじゃないですか、うん、まあ、あるとするとだから彼女たちの朝にするか明日にするか、でも明日にするってやっぱり露骨だよね、そうですね、だからそれは最後のその、ね、あの朝のシーンを思い浮かべるからエンディングを切っていいと思うんです、ね、彼女たちの朝にしたっていう選択は多分あのベストじゃないけど、朝だと次につながる感じがすごいしますよね、あの午前中もあるし午後もあるし、うん、明日もあるしね、うん、まあ、そういう意味で彼女たちの朝ってつけたと思うんだよね、はい、うん、だから決してあの悪いタイトルではないと思う、はい、っていうか他に考えようないよね、難しいですよね、うん、かといって名前でさ、アブラと サミアとか言ってもね、いやいやちょっとやっぱり日本人が持ってるその名前のイメージとしてもさ、なかなか難しいじゃないですか、だからやっぱり事前だけどこういう名前にするしかなかったんじゃないかと思いますけどね、だから例えばこの裏でね、あのサブコピーぐらいでここはカサブランカの旧市街になる小さなパン屋っていうね、うん、後ろに、あ、まあ表にも入ってますし、まあ、そういう意味でカサブランカっていうのは言いたいけど、うん、タイトルにはつけられないよってことだったと思うんですよね、はい、うん、はい、まあそうだよね、難しいとこですよ、はい、本当にということで、うん、モロッコ彼女たちの朝ですが、なかなかによくできた、はい、まあ、あの僕のフェイバリットでもないし、うん、フェイバリットにもベストにも入れないと思うんだけど、うん、でも非常によくできた映画、うん、新人監督とは思えないぐらい非常にいろんな意図を感じる、うん、素晴らしい、なんかこう思い返せば思い返すほど、うん、その何、そのシーンや、うん、描写の、はい、どうしてこうしたかっていうその何思いがね、うん、もういろいろこう馳せられるタイプの映画だと思うんですよね、まあ、あの単館系の公開の形を取られてるので、うん、あの結構長い期間上映されるんじゃないかなと推察はされますが、うんうん、まあ、ぜひ機会があればですね、うん、なかなか皆さん劇場でご覧いただければというふうに思います、いい映画だったと思います、はい、チャンネル登録よろしくお願いします、本日はモロッコ彼女たちの朝について語ってまいりました、どうもありがとうございました。ありがとうございました。